皆様、オカルトラジオへようこそ。今日はどんな恐怖が聞けるのかしら。はい、TSC オカルトラジオ、ともです。木村です。ケスケです。今日はこの3人でお送りします。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。さて、木村プレゼンツ、はい、はい、来ましたね。来ましたね。来ましたね。絶対に検索してはいけない言葉、イエイ、はい、キラータイトル。キラータイトルです。そうなんですかね。まあ1回はねやろうかななんてね。結構みんな好きじゃないですか。みんな何ですかね。はい、やってる。結構聞きますよね。検索してはいけないワード。うん、僕らは初めてですね。うんうん、ちなみに僕こういうの全然調べたことないんで。いや、いいっすよ。はい、そういう方がいると、うん、めちゃめちゃ楽しみにしてる。生きる企画になってますんで。でちょっと注意点なんですけど、はい、はい、画像出してっていう人も多分いると思うんですけど。うん、はい。やっぱグロい系だったりとか、なんか怖いやつだったりとか、うん、心理的にねトラウマになってしまったりとか、はい、そう思うので、はい、一応リンクを貼っときます。リンクワードを書いとけばいいんじゃない。あ、自分で検索、うんうんうん、できるように。今日出すワードは、はい、ワードだけ出しとけばいいんじゃない。あ、うん、いいですか。その方がいいかな。自分で検索しろと。そう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 。で僕らがねどういう画像かっていうのを伝えるので、うん、はいはい、気になった方は後で、ね、僕たちはリアルタイムで見て、うん、どういう写真だっていうのを解説するみたいな、うん、そうですね、そうですね。その方がいいかなっていうところで、気になった方は検索してもらって、うんうん、はい、うん、ですね。はい、はいはい、ということでじゃあやっていきましょう。早速、はい、いいですか。早速、はい、いいすか。僕ねでも結構見てるんですよ。よく知ってる。うん、いろんなの新鮮にリアクションします。あの頃を思い出しながら。まあでも見たことあるやつだったらもうワードでなんとなくわかるじゃないですか。そうそうそうだね。それはもう先輩面でいいですよ。初見僕がいますから、ね、そうだね、そうだね。僕初見でいけるんで、うん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 、はい、じゃあ見ていきましょう。じゃあ今日はね12、3、はい、あります。全部黒いんですか。あ、まあ一応まあ検索してはいけないとされてるので、うんうん、まあこう心理的にもあ、なるほど、うん、グッとくるものがあるのかなっていうね、うん、ところでちょっと心して、そうですね、心して、うん、まずはツリーマン。はい、聞いたことあります？聞いたことないですね。ツリーマン僕はあります、ね、ありますね、はい、見たこともあると思います。ある。いや、これはですね、はい、体に木の根のようなコブができる病気の画像が出てくる。はあ、まあ、世の中にはこんな病気があるんだなっていう、うん、そういう実際にある病気なんですか。実際にある病気ですね。へ、じゃあこれを見てもらいましょうか。はい、これです。はい、うー。気持ち悪い。これマジの病気ですか。マジの病気なんですよ。うわ、トモ君見ます。いやでも知ってるんで。なんかなんつったらいいのかな、これ爪、ま、指先、末端じゃない、うん、体の末端が、はい、うん、本当に木の皮みたいに、はい、こう熱くなっちゃう、うん、伸びるんですか。その伸びてくる、ね、これをね、なんかね、前ちょっとニュースでやってたのは、はい、あの手術して、はい、これをこうこの木の部分っていうか、はい、この硬くなった部分を、うん、取り除くみたいな、はい、なんかそういう手術をした人が、なんか見た気がする、うん、いてみたいな、はい、まあその時は、うん、まあ、こんなひどい状態じゃなくて、はい、うん、とその手術したことによって、はい、ある程度綺麗になるんだけど、うん、でもやっぱりこうなっちゃうんだって、ね、また出てくるんだ、また出てくるんだって。何回かやってますよね、その手術も、ね、うん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 、1回じゃ全部取りきれんつって、うん、あ、すごいっすね、うん、なんていうんですかね、木の皮、うんうん、の表面がいっぱい手についてる感じです、うんうん、しかもこう手が何倍にもでかそう、でかくなってるもんね。いや、これ大変だよ、なったら。いや大変、すごいな、うん、ちょっときますね。ね、検索していかんす、ね、いかんすよね、はい、いかんす。これ初めて知った、こんな病気。ちなみにグルトって検索してもらうとは木のやつが、ああ、でも本当にそんな感じですね。ルートがいっぱい、末端だけね、うん、うわ、マジで手のひら倍ぐらいになってますもんね。なってますね、うん、気持
ち悪い。すごい。これ、ね、画像出さんでよかったと思います。これでもなんかこういう系はちょっと病気じゃないですか。はい、まあこれで苦しんでる人もいっぱいいるんで。うん、まあそうだね。あんま気持ち悪いって言えんすね。ああそうか、そうか、そうか。まあそうですね。まあでも見た目の話は良くないですね。うん、悪く言っちゃう。うん、まあそうだね。自分もこうなりたくてなってるわけじゃないというかね。うんうんうん、いやでもすごい病気があるな。ねえ。世の中には。こんな感じで進めていこうかなっていう、はいはい、いいですか。いいですいいですいいです。ちょっと心が持つかどうか。月。可愛くさせて。ほうほう。聞いたことないです。聞いたことないです。ないです。あ、ないですか。はい。あ。じゃあこれ一応ね、まあネタバレすると。はい。ど真ん中ストライクで直球なシンプルに怖い画像が出てきます。ほう。ほう。ほう。じゃあこれ見てもらいましょうか。シンプルなこれです。ああはい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 。これなんかで見たことある。あるよね。見たことあるっす。はい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 これですね、はい、雑誌とかの表紙になってましたね。そう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 、検索したらいけないが雑誌の表紙になってるんですか。なってたなってた。へえ。俺がよく買ってたコンビニのそう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 あれで、あれあれあれ、コンビニ本の表紙とかになって、なぜか可愛くさせてっていうやつなんですね、タイトルなんですね。へえ。これは確かその元の画像があって、これをこうネット民にこの画像を可愛くしてくださいみたいな、うんうん、お題みたいなので多分それがこの検索ワードになってるというか、はいはいはい、これを可愛くしてくやつもあったっすよね。あ、そう、でもこれを可愛くしてくっていう、そう、そういうことですね。そう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 、怖くないように加工してくださいみたいなお題みたいな。うん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 、いや、なんかこれはまだ大丈夫ですね。大丈夫。はい、状況っていうかどういう画像かっていうと、白い顔にね、うん、目がすごい大きい、うん、口開いてるっていうか、うん、ちょっと血がこうついてるみたいなね。うんうん、そうだね、うん、よくあるやつです。よくあるやつ。そうそう、よくあるやつ。オカルト好きなら一度見たことある。よく見てくださいみたいな動画で、うん、ビビらせ系フラッシュ、ビビらせ系のやつで出てきたことあるっす。わーっちって出てくるやつね、はい、あー、わかるわかるわかる、はい、そうですね、うんうんうん、っていうサムネでいいんじゃないかなっていうぐらいのまあそうだね、はい、うん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 、これは軽い方ですね。軽い方ですね。軽い方です。ですね、じゃあ次いきますよ、うん、はい。ウジ虫治療。あ、まあまあワード的にもやばそう。なんか想像はつくっす。やばそうじゃないですか、はい、ワード的にも、はい、これは傷口にウジ虫をこう、はい、入れるというか移植するというか、うん、すると、はい、その腐った、人間の腐った部分をだけ食べてくれる。そうそう、腐った部分を食べてくれて、こう結果傷口がきれいになるみたいな、うん、はい、そういう治療法があるらしいんですけど、はい、それの画像が出てきますと、はい、これです。あ、ごめんなさい、これです。もうでもなんかわかる、うん、うわ、ちょっとこれは、まあ、当然グロいだろうなっていうね。うわ、これちょっとダメなタイプですね。あんな虫好きなのに。虫は好きですけど、また違うじゃないですか。まあね。傷口は好きじゃないね、僕。うん、でもなんか、なんすか、糖尿病の末期の人とか、足が腐ってくとか、壊死するみたいな、そういう時とか。時とか分かんないですけどこんな感じなのかなって似たような画像なのかなっていう、パンパンに膨らんだところに、まあそこにウジ虫がいるっていう感じ。ウジ虫がいる分には全然気持ち悪いとも思わないですよ、うん、まあ、それと人間の部位が加わるとってことよね、はい、本当に腐ってパンパンに腫れ上がって海だらけの足にウジ虫がついてる画像、そうですね。そう、そのパンパンで海が出てる足が嫌ですちょっと俺これきついな。きつい、これきついやつですね。あ、まあそうだね。なんで平気なんですか。いやいや、俺ね俺ね、なんかこれ言うとちょっとあれなんですけど、はい、うん、結構
グロ画像みたいなのを検索してた時期があったんですよ、うん、中二病なら誰でも通るみたいな。まあまあそうだね。それで、うん、これ多分今ないと思うんでこのサイト、うん、名前出して大丈夫だと思うんですけど、うんうん、キックアスアジアっていうサイトがあったんですよ。ほうほうほう。それでもうそのアジアの、うん、まあ世界のテロリストの映像だったりとか、うんうん、人が燃やされるところとか、ほうほうほう、歩道橋に見せしめに首吊られたやつとかの画像や動画が出てくる。めちゃめちゃ出てくるんですよ。へえ。それをね結構見てた時期があって、そこにも出てたってこと？そういうところのその傷口とかそういうのいっぱい見てるんで、傷口耐性はだいぶついてるっていうか。なるほど。僕の友達に同い年で、はい、そのトモ君みたいに、うん、そういうのめっちゃ見てるやつがいて、うん、もうその傷口とかあのパンパンに腫れ上がった、うんうん、産んだ状態の足とか、うん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 、とかあの人の遺体の写真とかを見てヘラヘラしてるやつがいたんですよ、うん、でまあ俺仲良かったんで、そいつがこうやばいの見つけると見してくるんですよ、うん、もうその時点で俺もううわってなっちゃって、うんうん、そんな感じのトラウマがやめろみたいな今木村さんにやめろってなりましたでもなんかそういう方が人間的じゃないですか、ヘラヘラしてるっていうよりかは、まあ、俺はヘラヘラもしてないですし、うん、もう何も思わないなんかその動画だけでは、うん、やっぱりもう動画の世界っていうか、うん、ちょっとなんか、まあ、ちょっと一線違うっていうか、うんうん、そうだね。それが目の前で例えばケイスケが燃えたとかでわー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 言っとったら、うん、やばいっすよ一生残るまあそうだね、まあ、映画見るみたいな感じだよね、言ってみれば。俺だけどあの女性の声は苦手なんですよ。声、うん、痛がっとる声とか、はあはあ、だけ苦手なんで、だなるべく痛がらずに殺す方法をみたいなやべえやつ、違うじゃないですかなるべく男性がそうなってるやつとかは全然大丈夫なんですけど、はあ、で女性も写真とかだったら全然大丈夫なんですけど、声が出てるのが一番きつい。ああやだね。なんか痛がっとる声苦手です。声系は今回ありません。あ、よかったです、うんうんうん、はい、画像系王子って感じですね。はい。あ、ちょっと今のはパンチ力強かったっす。なんか意図せんところで。あ、なるほど、はい。はい。こんな感じで。うん。じゃあ次いきますね。はい。スープおじさん。はい。うん。これはどんなものかっていうと、はい。風呂に浸かったまま亡くなり、もう溶けたようになってしまった人が出てくる。もう想像なんとなく、もう絶対出せれんやうんうん、っていう、ま、見たことはないですけど、うん、ま、イメージ湧くよね。イメージなんとなく、イメージ湧きます。まあこんな感じですね。はい、はい、うーわ、ちょっと想像より強いですねまあでも、うん、結構グロいんですけど、うん、ここまであのぐちゃぐちゃになっちゃうと、うん、なんだかわからんみたいなね。あのえぐみは少ないです。あ、これはトモも見たことがある。そうっすね。これだって言ったら、うん、うん、あ、なんかちょっと出しちゃって申し訳ないですけど、木村さんのおじさん、うん、お風呂で亡くなったじゃないですか。そうですね。同じ、まあ、近い状況だったかもしれないですね。スープおじさんになってたじゃないですか。そうですね。まあでもただあのこのスープおじさんは多分、うん、湯船に浸かったまま、うん、こうなんていうんですかね、追い炊き機能みたいな、うん、ずっとこう、うん、オンにしちゃった場合とかはどん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 こう、はいはい、あのね、40、41度、42度とかの状態でずっとこう温度が保たれてるじゃないですか。はい、そうするとやっぱりこう腐敗も早くまるだろうし、そうですね。ね。っていう感じ。夏場ひどいって言いますもん ね。なんかうちのお父さんやっぱり葬儀屋なんで、うん、そういうのもやっぱお年寄りにはよくあってっていうので、うんうんうん、なんか小学校の頃だったかな、あれ帰ってきた時に、うん、今日のはすごかったぞっつって、お、まあその現場に行くわけじゃないじゃないですか、うん、うん、まあ霊安置所から持ってくる、病院から持ってくるっていう形なんですけど、うんうん、もうそれでもやっぱり今日のはすごかったっつってましたね。やっぱそのお風呂で5日だったかな、夏で5日間発見されずにみたいな、
なんか僕も友達で脳幹視の方がいるんで、はいはいはい、そういう現場にも行く、だから今日はやばかったっていう話を聞いたことあるんですね。それお風呂ってこと？お風呂、あと冬場のこたつの中はやばい。こたつはねらしいね、やばいって言ってましたね。ミイラみたいになるんだよね確か。溶けちゃう、それはすごいわ。いやでもまあ画像としてはまだ見れる方です。なるほど。グロいけど、これまだパンチ弱めですね。弱め、はい、あじゃあいいですね、はい、なんとなく想像、どんぐらいでここもぐらいまでなるんですかね、何日ぐらいで、ね、どうなんだろうね、意外と早いっすよね。早そうだね、その温度によって。本当にさっき言ってたっすけど、だってあのうちの近くの団地とかだって、はい、孤独死見つかってもう白骨化してたっつって、はあ、でそれもそれはお風呂じゃなくて、お風呂じゃなかったんですけど、うんうん、1ヶ月とかだったかな、発見。えでも白骨化してるんですか。そう一部みたいな、ね、一部だと思うんですけど、でもまあそれ溶けてるってことじゃないですか。なんか意外と早いんだなと思って足が。あでも結構そのさ生前の状態によっても変わってくるような気がするね、なんか脂肪が多い人はどうかとかさ、逆に脂肪がないととかさ、分かんないけど、そういう人の状況によってもなんか変わってきそうな。なんかコンビニ弁当の話もありますもんね。あなんかそれ食べてると、コンビニ弁当ばっか食べてると保存食っていうか、保存量とかで全然腐らないみたいな、その人間の体も腐らなくなっちゃうみたいなね、あれも本当なんですかね。どうなんだろう ねいやなんかちょっと嘘くさいっていうか、そのコンビニの弁当の闇をついた都市伝説っていう感じはするよね、しますけどね。なんかスープおじさんっていうタイトルだけに、なんか陽気なおじさんがスープ作ってるみたいな、ね、そういう想像できそうで、そのスープがなんかこうえぐいというか、みたいなのだと最初は思ったんですけど、おじさんのスープだったね。そうおじさんのスープだったっすね。だしおじさんとかにしといてくれればいい。あ自分が溶けてるっていうのを伝えやすいように。だしおじさんだとなんかワードが可愛くないから検索しない。ああそかそかそか。まあまあしない、しちゃいけないワードですから。はい、うん。じゃあ次。はい。鎧もぐら。鎧もぐらは、見たことあるさ、あの画像は。はい、あないですね。ないですか。これはね。はい。世界最重量のオーストラリア産のゴキブリ、はあ、らしいんですよ。虫です、はあ、虫ですね。虫です、最大級のゴキブリ。ゴキブリ、はい。ケスケ好きなやつだと思う。好きなやつこれです。あこれは全然大丈夫でしょ。全然大丈夫です、ね、あ大丈夫、はい。もう手のひら手のり、手のりサイズののゴキブリ。ゴキブリ結構硬そうな、硬そうだね、うんうん、あのカブトガニみたいな、そうですね、表面がね、アルマジロみたいな。はい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 、はい、わかります。まあモグラではなく虫なんですね。虫なんだよね、うん。これは僕全然かっこいいですね。ああそうなんだ。はい、ただやっぱゴキブリ嫌いな人たくさんいるんで。そうですね。そういう方にとってはこのデカさ、うんうん、これ早いのかな。なんかスピード遅そうだよね。そうこれって、フルで言ったら鎧モグラゴキブリって言うんですかね。モグラだけなんですかね。ああそうか、あどうなんだろうね。なんかそれでなんか操作されたワードっていう感じがする。なんかそのゴキブリのところをうまく消して、モグラっぽいのを想像するじゃないですか。する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 。で調べてみたらゴキブリでしたよみたいな。ああなるほどなるほど。なんかフルで鎧モグラゴキブリとかだったら誰も検索しんじゃないですか。うん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 、なんか引っ掛け問題じゃないけど、そう操作された。そうだね。なんかするね。鎧もぐらって聞くと、アルマジロみたいなのね、イメージするよね。なんか哺乳類っぽいイメージだけど、まあ、昆虫っていうね。はいはい、なるほど。女性をびっくりさせためみたいな感じしますね。ゴキブリってすごい種類おって、爬虫類館とか行くと、爬虫類館、爬虫類館、はいはいはい、とか行くと、ゴキブリの展示質みたいなのがあって、いろんな種類のゴキブリが生きてんの？生きてます。いえが見れる。そういうところがある。はい。はあ。でもゴキブリってよく見ると、そんな気持ち悪いものじゃないんで。へえ、はい。でもそこにもいなかったと思います。ああ、そうなんだ。こんなでっかいの見てないですね。人型のやつそこった火星行って、
それはね、ヤンジャンでしか見たことないなんでコンボを持っとるって思ったもんな。あの深海魚っていうか深海におるオオグソクムシっておるじゃない、うんうんうん、あれに似てます。あれに近いね、めっちゃ近い、あれに近い近い、うん、本当だ本当だ、うんうん、の茶色版みたいな、茶色版みたいな、うん、そうだね、うん、いやこれが早かったらちょっと嫌だなって思う、うん、ちょっと嫌ですね。そんな早そうな感じじゃないから、うん、でも多分オオグソクムシもそうだけど、うん、あのナウシカ体制がついてれば、ナウシカでオウム出てくる、オウムだね、オウムだ、うん、そうだ、オウム出てくる、似てる、ね、だから多分見れるとは思うんですよ本来、うん、これが多分ゴキブリだからっていう、うんうんうん、なるほど、うん、なるほど、そういう仕掛けがね、うんうん、はい、じゃあ次、はい、行きましょうか、物件画像スペース女性、はい、わかりました、わかりました、はい、全然わかんない、わかりました、これでも多分ケイスケ見たことあると思うよ。見たことあるっすか、普通の物件サイトに移ってしまった女の人がっていうやつなんですけど、うん、はい、はい、物件サイトスペース女性、そうですね、これですね、見たことない、はい、はい、まあ、でもこれは全然、うん、全然大丈夫です、心霊系っつったら今どちらかというと、うん、そう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 、呪いのビデオみたい、うん、あ、そうだね、うん、隙間女っていうか、うん、ちょっと開いてて、うん、襖が、うん、押し入れの、そうそうそう、うん、でそこから女性が覗いてるっていうのが、多分撮影した時には気づかなかった、で、うん、本当には多分いない幽霊が心霊写真みたいな感じですよね、うんうんうん、これが初め話題になった時は、うんうん、本当に普通の不動産屋さんの、はい、うん、サイトに、うん、そうそうそう、あって、はい、でそれを見つけた人がなんか2ちゃんとかに書き込んで、そうそうそう、なんだこれはみたいな、うんうんうん、まあ、多分その物件のサイトっていうのは今はもうもちろんないと思うけど、うん、あ、まあ、それをこうスクショした人が、はい、まあ、保存してるというか、なるほどなるほど、で広まった、それでえこれ本物じゃないみたいな感じで、うんうんうん、当時広まったみたいな、うん、でもなんか本物っぽいですよね、そうしたら、そうそうそう、うん、そう、わざわざこうする必要もないし、うん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 、不動産屋さんがこんなことしたらさ、うん、ね、かあの価値が下がっちゃうというか、そうそうそう、うん、だからこんなことする必要ないから、まあ、よりこうし信憑性 が高いというか、うん、これ結構あのこれにまつわる話があって、僕の好きな怖い話っていうか、その2ちゃんの実況系になっちゃうんですけど、はいはいはい、ひょうたんっていう話があるんですよ。それ広島で起こった事件なんですけど、もともとのスレッド名は確かなんか結納明日だけど質問あるみたいな感じで、うんうん、だけど、うん、突然出てきた人になんかひょうたんが部屋から見つかったって、おうおう、でまあ、小鳥箱系みたいな感じなんですけど、ひょうたんの中に爪とかなんかが入っとってみたいな、はいはいはい、でそれ失踪しちゃうんですよ、うん、言った人は、ああ質問あるって言った人が、はい、要するにすれ主はもう全く関係なくて、うん、もう乗っ取られちゃうんですよね、その人に話がそっちに行っちゃって、ああなるほどなるほどなるほど、で急に書き込みが止まって、うん、でそれ広島で一人暮らししてて、うん、その部屋なんじゃないかって言われてますね、うん、ああこの、はい、この画像が、うん、ああなるほどなるほどね、うん、へっていうお話がありますね。そんな絡みの話がある、はい、はあ、まあでも多分それはないだろうなっていう感じですけど、うんうん、たまたまその同じ時に盛り上がったもんねみたいな、うん、なるほどね、まあ、これはね全然検索しても大丈夫、大丈夫、うん、大丈夫だと思います。でも、まあ、まあグロくはないからね、うん、じゃなんかこれを見たせいで呪われたとか、うんうんうん、これを見て不幸になったみたいなことがいっぱいあるなら、うん、なんかダメなものだなって思うっすけど、うんうん、なんかこれは検索しちゃいかん感じがまだせんすね。あ、うん、まあ、黒い女、あの呪いのビデオの黒い女だったっけ、うん、タイトル、あの森の中のやつですか。あ、じゃなくて それは冥界へと続く森だよね。あ、そう、あの詳しい、あの女の子が一人でお母さんとかに送るためにこういう家になりましたよっていう時の状況に似てるっすね、うん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 、子供が映るんですよ同じ状況で、タンスの中に子供が映る、気づくんすけど、うん、気づかないふりっていうか、うん、なんか続けるんすよ、こうやってなんか押し入れ映した時に、うん、うんってなるんすけど一瞬、うんうんうん、でその振り返ってこっちカーテンですみたいな感じで、うんうんうん、振り返るとそこに女の人が立ってて、うん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 、え子供じゃなくて、はい、でキャーってなって、うん、そのまま携帯を捨てて逃げてく、逃げてくっていう映像なんですけど、でその部屋から出た後にまだカメラつきっぱで、うんうん、それに赤ん坊の鳴き声みたいなのが入ってる、牛みたいな鳴き声とか、うん、もうみたいな映像が
あるっすね。やばいじゃんそれ、うん、それ瞬間的に子供が大人になったっていう怖い話だよね。違う、それ確か違う、この携帯は誰が取りに来たんだっていう怖い話です。なるほど。なんかそれにまあちょっとあれですけど普通にする話で、うん、いいすよ、うん、1回2チャンネルに呪いのビデオのスタッフだけど、はい、質問あるっていうスレが立ったことがあって、うん、であれは作り物あれは本物みたいな話をしてたんですけど、おうおう、まあ、それで上がっやっぱ人気なんでその映像、うん、あれは携帯電話ごと送られてきて、おうおう、本物ですみたいな、当時スタッフの中でもすごい話題になりましたみたいなことが書いてあったっすね。おうおう、ただそのスレッド自体、うん、嘘なんじゃねえかっていう話も、なるほど、うん、別にスタッフじゃないみたいな、うん、っていう設定で作っただけの、はいはいはい、っていう話もあるんで、あ、まあそれがね、ネットの面白いところというか、そうそうそう、まあ本当なのか嘘なのかみたいな、分からない。なんかそのスレッドがあったせいもあるんですけど、うん、何回か見返すんですよその黒い女を、うん、そうするとあのビデオの中で、うん、と取材陣が、うん、本人に取材するみたいなシーンがあるんですけど、なんか大体演技下手くそな人とか、なんか嘘っぽいなって思うんですけど、その人の怯え方がなんかすげえマジっぽいんですよ。その撮影してた人に話聞き行くんですけど、すげえね怯えた感じがマジの感じだったんですよ。で映像的には嘘っぽいんですよ、なんか僕的には。でもインタビュー的にマジっぽいんですよ。あ、それでこうあれだね、多分こうインタビューと映像で重ねてこう、はい、人気があるというか、ね、そういう印象に残るというか、そうですね、でしかもなんかそれを見た人のところにもその黒い女の人が来たっていう後日談もあって、あ、なるほど、ね、もうそこまで行っちゃうとちょっとね、おひれつきすぎたかなみたいな作品感が、なるほど、いやないでしょそれはってね、そこ行っちゃうとね、俺らグロい写真すぐ次行きたがるのに軽いやつスーッと喋るからまさかこれがこんな長引くとは思わないですよね次行きます、はいはい、金玉食い虫、初めて聞いた。もう今ワードだけでちょっとヒュッてなりますなるよね、はい、ちょっと惹かれた俺は。睾丸に寄生して睾丸に寄生して金玉を食い尽くす虫。え、ガチでいる虫なんですか？これはガチでいる虫だと思いますね。でもまあちょっとまあ画像出しましょうか。はい。お尻かじり虫みたいだね。ね。確かにワードは。まあまあこれですね。まあこれ画像でパッと出てくるのの他に、うん、例えば、はい、あと目に寄生する寄生虫とかの画像が一緒に出てくるんですよ。要するに人間の体に寄生する、寄生する、うん、なんか画像虫がいっぱい出てきて。その金玉食い虫じゃないのも出てくるから、はいはいはい、今は立ちが悪いというか、合わせて合わせてちょっと嫌な感じかなみたいな、ちょっと想像したったのとちょっと違ったよ。あ、違った、はい、あのハリガネムシみたいな感じですね、カマキリの。あ、やっぱこう紐系だよね、うん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 、一回さ東京の目黒に寄生虫博物館っていうのがあって、それさ、夢の国で働いてた時にさ、はい、まあ、せっかくだからちょっと東京行ってみようかなみたいな、はいはい、でバス乗り継いでね、行ったことありますよ。どうでした、どうした。あ、本当にこれが人間の体の中に入ってたのかっていうぐらい長い、うんうん、なんかこう最長のサナダムシみたいな感じで、どんぐらいなんですか最長。めちゃくちゃ長い、2メーターとか。いや、もうそんなんじゃないです。もうその2メーターが何回か折り返してるぐらいの長さだった。どうやってっていう。いや、すごいな。で、どう取り出したのかも気になるし。サナダムシってなんか結構取り出し方難しいらしいですね。噛みつくんですよね。腸を傷つけちゃうみたいな。うわ、確かに。なんかその引っ張り出しちゃいかんみたいな。虫下しみたいな感じでなんか。そういう感じで下から出すの、うん、いかんといかんみたいな。いやー、やだなー。でも上から出られてもちょっと困るですけどね。それやだね。うーん、まあ、エリアみたいですね。ね、うん、うん、いやー、あれは本当なんか、うん、寄生虫のたくましさとか人間の体の不思議さみたいなのを感じたね。まあ一回でいいかなって、うん、あの突き破ってそのうち来るんですかね、人間の皮膚を。いや、そういう
やつは結構珍しいやつだよね、タイプとしては。寄生してその中で栄養をもらい続けるみたいな、なんか共存するみたいなイメージあるもんね、うん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 、なんかあのプレデターのプレデターバーサスエイリアンみたいな、はあ、あれ最後俺はちゃんと見てないですよね。感じなかったハムナプトラスピーシーズ、いやスピーシーズって映画はあったけど、それがちょっとどんな内容かはちょっとわからん、なんか腹の中からブワーって出てくるやつ、ね、まあでもそれエイリアンも普通に出てくるよね。ああそうですね、うん、ハムナプトラ？ハムナプトラの虫。あ、なんだっけ？コガネムシじゃなくて、なんちゃったっけな、フンコロガシ。スカラベ、スカラベ。スカラベ、うんうん、スカラベです。スカラベがこう体の中で、ね、かき巡るみたいな、うんはい。あれのボコってなってるやつが紐状になってるのが画像に出てきます。うんうんうん、そうだね、そうだね。はい、そうそうそんな感じだね。ちょっとやっぱりね、うんうん、まあもやしとかそうめんとかね、うんうん、ちょっとね。うん見てしばらくはちょっと食べれないかなみたいな。そうですね。うん、でも一番その虫系で衝撃だったのはやっぱりハリガネムシが死んだカマキリの中から出てきた映像がすごかったな。なんかカマキリ死んでるのに、うん、ハリガネムシがいるから動くみたいな映像は見たことあるんですよ。うん、でその後ハリガネムシ出てきて動かなくなるみたいなのは見たことあるんですよ、ね。あれすごいよね。うん、すごい。あ、冬虫夏草とかもすごかったな、やっぱり。あれはあれでしょ、死骸にでしょ、うんうんうん、生きてる状態じゃなくて、いやでも生きてる時にもう植え付けられるじゃないですか。あ、そうなんだ、はい、ああやってなんかこうキノコだよねあれ、はい、菌類だよね。で死んだ瞬間に発芽するんですよね確か。そういうもんやつなんだ。はあ、それもなんかちょっとこうあれだね、うん、嫌だね、はあ、はいはい。なんでエイリアン、エイリアンの唾液当たると溶けるじゃないですか、うん、なんでエイリアンの口の中は溶けないんですかね。口の中だって唾液だらけじゃないですか、溶ける。ああ、なるほどなるほどなるほど。それ胃液と一緒じゃない？胃液って何でも溶かすけど、なんで胃が溶けないのって一緒じゃない？そうっすね、うん、今もうバスッと答えましたね。あ、ちょっとかっこよかった、かっこよかった、かっこよかった。そういうことですよね。まあ、人間の体不思議だなっていうね。うんうん、まあ、うん、エイリアンですけどね。うん、そうだね。いや、その胃が溶けないっていうのは。ああ、そうはい。はい。次いきますね。はい。もう私お嫁に行けない。うわ、聞いたことあるや。聞いたことある。はい。これね、いやそれ多分あの2番目に出てきた感じの画像と同じような感じじゃないですか。そうです。あ、そういう感じなんだ。怖い系の絵が大量に出てくる。はい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 。お化けが苦手な人は見ない方がいいでしょう。はい。ね。でも全然想像つかない。これです。なんかこれも有名な画像だね。あ、俺これ初めて見たかも。あ、本当？はい。なんかこう、うん、赤をベースに、まあ、黒。と赤で描かれた、うん、なんか首の長くて、うんうん、目がでかくて、うん、なんかライン的にはこう上から下にこう上から下に流れるみたいなラインで描かれた女の人の絵ですね。うん、まあ、でもなんでこれがもう私を嫁に行けないって検索すると出てくるのか、うん、なんすかね、そこはちょっと分かんなかったですけど、ね、でもなんかちょっとこう肌着っていうかがはだけてる感じするんですか。そうだねそうだねそうだね。なんか性的な何かをされた後みたいな感じの絵なのかもしんないね。うん、俺が先輩と、まあ多分なんかのエピソードでも言ってますけど、はい、あの先輩と見た例、うん、それこそケイスケの働いてるバーの近くで見た例は結構似てますよ。はいはいはい、首が長い感じがで、なんかゆらゆらしてた、ね、ゆらゆらしてたやつ、うん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 、こんな感じなんだ、こんな感じなんだ。そうっす、これも着物バージョンみたいな。気味悪いっすね。えぐかったあれは。すごい、多分その時見た状況も言ったっすけど、うんうんうん、エピソードで、うんうん、あ、なんか変なのがおるって思った瞬間にこっちバーってくるんですよ、揺れながら。だけどそれって、うん、俺の脳で、うん、そういう映画的な着方じゃないですか。怖いだろうっていう着方、ね、みたいな着方じゃないですか、うんうんうん、だからそういうのを作り出しちゃったのかなともちょっと思うんですけどね、今のだと。あ、まあ、想像をちょっと具現化したというか。そう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 、だから多分その例はおったとしても多分本当はそんな着方じゃないかもしれんけど、多分見る人によって同じもんが見えても違う着方だったかもしれん、俺が怖いってそれを思ってるから。まあそうだよね、まあ、でも幽霊
全般的にそういう感じはあるよね。うんうんうん、ありますね。ね、うん、うん、じゃあ続いていいですか。次で、はい、ヒッコリーホーンドデビル。もう一回言ってもらっていいですか。ヒッコリーホーンドデビル。ヒッコリーホーンドデビル。うん、虫っすか。そうですね。これはね、毛虫みたいなやつ。あ、そうですね。ほう。アメリカ最大級のイモムシ。ほう。うん、イモムシは15センチあり、大人の手の長さに匹敵すると。はい。これはね、結構苦手な人は苦手画像ですよ。僕多分大丈夫ね。大丈夫、あ、大丈夫かな。あ、これ僕大丈夫ね。大丈夫。かっこいい。かっこいい。はい。はあ。本当にこう、手の上に乗るサイズの、うん、うん、どうですか。直径 1.5 センチぐらい。そうですね。親指、大人の男性の親指ぐらい。親指ぐらい。はい。うん、そうだね。うん、で、ヒッコリホーンドデビルっていうだけあって、はい、なんか触覚みたいなのがね、うん、あるんだよね。そうですね。6本赤い8本生えてますね。8本生えてる。毛虫の足みたいな、うん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 、角です。角っていうか触覚。毛虫の足。毛虫じゃない、すいません、ムカデ。ムカデの、そうだね、ムカデの足みたいな触覚だね。が左右4本ずつぐらい生えて、うん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 、普通にかっこいいですね、これは。毒がなければも触りたい。マジで。はい。わあ、ちょっと私は無理だな。でもこれガの幼虫なわけじゃないですか。ガの幼虫だね。どんぐらい大きなガができるんだろう。え、どうなんすかね。サナギから帰ったらめっちゃちっちゃかったりしてね。何に栄養持って帰ったんでしょう。そう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 。で、大して綺麗でもないみたいな。でもかっこよさそう。なんかな、面型スズメみたいな、面型、何でしたっけ、あの映画羊たちの沈黙、あみたいなのが、ね、出てきそう。あ、うん、色綺麗であってほしいですね、これね。ね、うん、まあでもガだからね、うん、まあまあやっぱ虫嫌いの人は絶対嫌だ、ね、無理だ ね、 無理だね、これは。でも俺がちょっと想像しとったやつと違った。あ、そうなの。そうなんですか。もっとどんな感じだったの。なんか茶色のすごい毛むくじゃらのやつがいるんですけど、それもなんかその検索してはいけないみたいなので見た気がするんですけど、昔、それかなと思ったら全然違うやつだった。基本緑色だもんね。ちょっと触るだけで毒がやばいみたいなやつですか。そうそうそう。でだけど見た目がすげえ可愛いんですよ、モフモフしとって。ああ、なるほど、モフモフ系ね。モフモフ系の。吹いちゃった吹いちゃった。ああ、それやだね。触ってくれって言ってるような体なんだけど、うんうんうん、だけど触るとやばいみたいな、すごい毒がある。はあ、やだな、うん、それはね出てこなかったですね。あ、そうなんです。まあでも、うん、見た目的にも気持ち悪くはないし、ああ、うんうん、どっちかというと可愛い系、はい、なんかむしろ検索して触らんようにした方がいいもんね、うんうん、あ、検索してほしいワードじゃないですか。あ、本当だね、はい、あ、でも外国っすよね。外国っす、うんだよね、外国ですね。よかったです。大きいんだよね、それも。いや、大きくないです。あ、大きくはないんだ。ちっちゃかったと思う。全然。あ、ここでじゃあ一個、はい、これありますかっていうやつ、あ、はいはい、いいですか。いいですよ、いいですよ。ちょっと名前とかわかんないですけど、うんうん、女の人が暗い部屋で、うん、畳かな和室で、うん、なんかすごい目が大きい女の人、うんうん、ガリガリの人がこっち見てるっていうやつあります。ないです。出てこないですか。知らない、何それ。それもね、検索してはいけない、結構有名な検索してはいけないに出てたはず。ちょっと気になりますね。気になるね、うん、まあじゃあ次いきますね、はい、グリーン姉さん。あ、グリーン姉さん、俺これなんか聞いたことある気がする。ある？グリーン姉さん俺聞いたことある気がする。これはね、女性の、はい、うん、白死体っていうのかな、はい、屍っていう字に、うん、ろうそくのろうに死体、はい、うん、全身が緑色になっていると、うんうんうん、死老化した金髪女性のフラン死体の画像などが出てくる。もうこれ YouTube で誰かの動画で見たっすね、多分。ああ、なるほど、うん、なるほど。そうだそうだ、これです。これでした、はい、あ、これでしたね。これです、グリーン姉さん。うんうんうん、もう本当に、ね、緑色の遺体っていう、なるのかね、こういう風に。いや、どうなんすかね。なんかある条件が、ミイラみたいにね、なんかある条件が重なるとこういう風になるみたいな感じなのかな。でも
こういう例えばこれを検索して、うん、他の例とかが出てこないし、うん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 、なんだっけ、めったにないというか、あー、うん、なるほど、 レアケース、レアなケースなんじゃないかなって思いますよね。でも映画とかで、うん、ゾンビみたいなのって、うんうんうん、結構緑多くないですか。あのハルクみたいな緑じゃないですけど、青っていうか、まあ、血管の色っていうのか、なんか緑のフランしてる感じは緑なのかなっていうイメージですけど、俺の中では。あ、なんかミイラのイメージが茶色みたいな風になっちゃってるんで、僕のこの中が、うんうん、そうだね、そうだね、確かに言われてみればゾンビ緑っぽいの多いかもしれないって思いますね。青っていうか、まあ、紫っていうか血の気のない色、うんうん、プラス緑が多いかなっていう、うん、イメージですけどね。確かに。でしかもこの画像もゾンビっぽい、ゾンビっぽいよね、ぽい見た目、うん、見た目ゾンビ、うん、グリーン姉さんってなんだよっていう感じじゃない、そのね、グセンス、うん、それがやっぱりこのギャップというかさ、うん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 、もうこの検索してはいけないと言われる、ね、ゆえんだよね。だからグリーン姉さんっていうなんかキャラクターかなんかみたいな感覚で調べちゃうと、うんうん、グリーンの死体が出てくるんで、そうだね、うわーってなるから、ギャップだね、うん、完全にそれですね。まあまあこういうね、これはねまだいい方というか、うん、全然まあ見ても、うん、全然まだ見れる、うん、見るかなみたいな、まあ、こういう系は多分あれじゃないかな、そのそれこそゾンビ映画だったりとか、うんうんうん、の方が結構グロいっていう、うん、だし耐性がついてるんじゃないかなっていう、うん、ああなるほどね、うん、あ、まあでも人間の死体には見えないもんね、うん、見えない、うん、まあ、作り物みたいな感じ、そうそうそう、なんでまだこうぐあの心が苦しくなる感じのエグさは、ま、ないですね、うん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 、そうだね。今まで画像をいろいろあの紹介してきたんですけれども、はい、サイト系っていうのがありまして、例えば、はい、樹海の落とし物、あ、聞いたことあります？有名ですよね。あ、有名ですか。全然知らない、このサイトは富士山麓の青木ヶ原樹海で自殺をしようとしている人たちに向けて、樹海で自殺するということの真実を伝え、自殺を防止するために作られた。サイト内には一部グロテスクな画像が掲載されている、はい、まあ、その自殺で有名な樹海の遺留品なんかを集めたサイトということですね。へ、うん、ちょっとない、今のさらっと話した内容的にもちょっと重い、うんうん、テーマですね。そうだね、うん、こういう感じですね。その自殺の防止を防止するために作られたっていうね。あ、はいはい、なるほど、うんうん、まあ、なんか手袋とか例えば、うんうんうん、なんかそういう画像がいっぱい、まあ、集められてるというか、うん、はい、首吊りとかで使ったロープとか、あー、そうだね、そうだね、うん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 、そういうのが、まあ、これを見て、うん、思いとどまってほしいみたいな、はいはいはい、そういうサイトですね。うん、うんうん、これはまだ、映像画像としてはまだ大丈夫な方ですね、うんうんうん、多分ちょっと私ちゃんと調べてないですけど、はい、こうその画像とともになんかいろんな説明文があって、うん、まあ、そういうのを見ると、はい、まあ、こうグーッと重くなるというか、なりそうな感じだね。精神的にそう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 、うん、来そうだなみたいな、いうね、画像だけだったら大丈夫ですけど、うんうん、そのサイトに行って、うん、そのサイトをいろいろ読んでいくと、そう、亡くなった方の思いとかも、ね、そうそうそう、そういうのがね書いてありそうな感じですね。あとは、食卓のお肉ができるまで、はい、あ、はい、これはねなんとなくわかりました。あの、まあね、豚肉とか、そうですね、食用動物の、はい、解体するところが、うん、こう映し出されていると。うん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 、まあでもこのサイトは肉食文化に対してかなり歪んだ見方をしてて、はい、まあ、こうグロ画像を見せて肉を食べさせないようにするためのサイトなんじゃないかみたいなことを言われてますね。僕これは見ても、うん、あ、かわいそうとは思いますけど、うんうん、なんていうんですか、自分が
お肉好きだし、うんうん、それを見てもお肉食べたくないとはならなかったですけど、あ友達の女の子とかはこれを見てから、うん、なんかかわいそうな気持ちが勝っちゃうからって言って、うんうんうん、もうお肉食べないっていう人結構いましたね。あそうなんだ、うん、なんか映画でも、うん、なんかが豚がいた教室でしたっけ。ああそうそうそう、うん、なんだろうあれもその食肉のあれですもんね、買って最後食べるっていうやつ、ね、そう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 、あったね。小学校でね、そうそうそう、一つのクラスで豚を飼うんだよね、うん、そうそうそう、あ、うん、でそれを最後あのどうするかっていう、なんか学級会みたいなのが開かれて、自分たちで、殺すか、うん、どっちにしても死んじゃうんだけど、はい、自分たちで殺すかその業者に、うん、受け渡して、うんうん、殺すかみたいな、まあ、自分たちは手を加えず、そうそうそう、で結局最終的にそのお肉をみんなで泣きながら食べるみたいな、なんかそういう映画ありましたね。それジャパンのね映画だったよね、はい、日本の妻夫木さんが出てる、うん、あそう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 、うん、僕これ普通に田舎の親戚のおじさん家で鶏飼ってて、うん、その鶏を殺して食べるまでやったことあるんで、うん、やったことある、はい、見てた、見てたし一緒に捕まえたし、うん、すごい経験したね、はい、結構小さい幼稚園の時とかにやったんで、なんかそういうものみたいなのがっていう、うん、先入観というか、こういうものだよっていうのがもう教えられてるというか、だからこのなんかいただきますみたいなのは命がどうこうとかっていう話を聞きながらやったことあるんで、貴重な体験だね、うん、あとジビエ の, あのイノシシとかを目の前で解体してくる、解体したりとかも、はあ、もう 目の前で撃たれて頭が吹っ飛ぶところとか全然見とるもんね。うわマジで、うん、すげえ、父さんが漁するんだよね、すごい ね, なんですかね、まあ、今例えば自分が飼ってる犬を、うん、そうしろって言われたらできないですけど、うんうんうん、なんていうんですかね、そのペットって家族と一員みたいな感じになっちゃったものとは別じゃないですか、実際その、うん、まあそうだね、食肉食用の、うんうん、命としては一緒なんですけど、うんうん、そこの区別ができないと思い入れが入っちゃって、うんうんうん、もうお肉食べれないみたいな、ね、飼ったらダメだよね、うんうん、ダメだね、やっぱね、名前をつけるつけないって結構大きい気がするんだよね、大きいですね、大きいですね、でかいですね、うん、でもそのうちのおじさんは名前つけてましたけどね、ニワトリに、ニワトリに、あそうなんだ、だから女性の名前をつけてました、うちもニワトリ飼ってて最後どうなったのかな、逃げた、ちょっと覚えてないっすね食べたかもしれない、なんかそジビエうちめちゃくちゃ出るんですよ、量やるんで、うん、うんうんうん、それ中におったかな気づかんうちに、気づかんうちにじゃあもう動物うちかなり飼ってたんで昔、うんうんうん、なんか何かが増えて何かが減ってみたいなのもう分かんないっすね、うん、そんぐらいいっぱい飼ってたっすね、すごいね、うん、でもやっぱその習慣っていうか、うん、がない人からしたらもうむごいっすよね、だね、さすがに、いやちょっと違う話だけどさ、はい、なんか今の例えば小学生とか、はい、その魚の、うん、うん、例えば魚っていうと、うん、とお刺身、お刺身みたいな、あの切り身みたいな、はい、あの切り身ちゃんみたいなさ、はい、ああいう状態で海を泳いでるって思ってる子がいるみたいなさ、はい、話ね、聞いたことあるでしょ、うん、だからそれを考えるとさ、うん、あのそのケイスケの体験、はい、その鳥を、はい、あの捕まえて、うん、でこれがお肉になるんだよっていうさ、うんうん、そういう本当命を大切にするみたいなさ、うんうんうん、食べ物を、まあ、粗末にしなくなる、そういう、まあ、食育だよね、うん、ってすごい大事だなってね、そうですよね、もうあ多分デマだと思うけど、はい、小学校でいただきますって言わずに、はい、あの太鼓の音を鳴らして食べ始めるみたいな、はい、うん、それはあのモンスターペアレンツみたいな人がさ、はい、あの給食費を払ってるんだからいただきますは言わなくてもいいんじゃないかみたいなことを言ってくる人がいて、うん、でいただきますと言わずに、うん、なんか合図で食べるみたいな、あ、うん、何それ、いや多分これデマだと思うんだよね私はね、でもなんか最近もそんなニュースありましたよね、なんかその一人の親が給食費を払ってるんだから、うん、そのいただきますって
なんか言わなくて怒られたかなんかなんですよ確か。子供が。子供が先生に。うん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 、でそれをお母さんに言ったらお母さんモンペが怒りに来て、うんうん、お金は払っとるわけだしお前にはいただいてないみたいなことですげえ言われたみたいなのをニュースでやってました、まあ、それから派生したちょっとデマかなって私は思ってるんだけどさすがにさそれはなんていうのかな、まあ、教育者として教育する場として完全に間違った方向じゃないですか、うんうん、完全に間違ってます、うん、だからそういう人は、うんうん、いただきますって言って食人族とかに食べられればいいかなって過激だね、うん、なんかえお金払ってるでしょってそれで言われてほしいですねそういう世にも奇妙な物語とかで出てほしいです、うんうん、本当はね、うん、世にも奇妙なっぽいねぽいぽいちょっと楽し面白そうですねそのちょっとそうだね世にも奇妙なんで出たらちょっとコメディっぽい感じになっちゃいそうだよね、うんカニバリズム的な人にさ、うん、多分でもそういう工場とか見学あるじゃんやっぱり食肉工場の、うん、その見学行ってその夜焼肉食べれると思うや、うん、多分僕も全然いきなりステーキとかいけるっすよそういうもんって知ってますからねああまあそうかでもなるべく見たくないな、うん、そういう動画だよって言われたら、うんまあ、ちょっとなるべく見たくないな、うん、私はね、うんはい。はい。ということで。まあ、最後ですね。はい。はい、これは、赤い部屋。赤い部屋、有名ですね。これ有名じゃないですか。これは、あの怖い話とは違いますか？あ、違います、違います。じゃあ、わかんないです。これはね、サイトなんですよ、画像じゃなくて。はい。でまあ、内容をちょっと言うと、はい昔一世を風靡した赤い部屋が結構怖い、サイトを開いた瞬間あなたは好きです好きですかと出る、はい、そのポップアップを消しても最初はまた同じポップアップが出てくるしかし、はい、何回も消していくうちに何も操作しなくてもポップアップが消えては出て消えては出てを繰り返すそして最終的にあなたは赤い部屋が好きですかと表示されその後フルスクリーンとなる。フルスクリーンになると適当な名前の羅列括弧おそらく死んだ人という設定が表示された後に画面いっぱいにリーガンが叫び声とともに表示される。なおフルスクリーンの脱出方法はオルトキーと F4 を同時押しすれば脱出できる。こういうまあ、怖がらせるサイトですよね。そうですね。びっくり系フラッシュサイトみたいな。びっくり系フラッシュね。ちょっと流行ったよね。うんうん、なんかいつかの世にも奇妙なか忘れたっすけど。うん、ガガババ。ガガババ。うん、ああそれに近いと思うね。だね。あとウォーリーを探さないでとかね。うんうん、あそう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 。うん、はいはい、はい、それ系ですね。うん、でもまあ僕知らなかったですね。これ やったことないですね。こういう結構有名なんで。だからあれだね。パソコンじゃないとってことだよね。そうそうっすね。スマホじゃダメだよね。ダメっすね。フラッシュが使えないから。今どうなんすかね。ね昔めちゃくちゃ流行ってた、ね。めちゃくちゃ流行った。いろんなサイトあったもんね。うん、こうさ、迷路をさ、はい、あのできるかなみたいなさ、迷路が表示されてさ、はい、その迷路をこうやってさ、結構難しい迷路なんだけど、一生懸命、ね、一生懸命こうやってやってると、はい、わーとか言って怖い顔が出てきて、はい、みたいなさ、そういうやつのまあ延長上というか。なるほどなるほど。そういうアプリありましたよね。あ。そうなんだ、はい、多分今も普通にあると思うんですけど、そのビビらせる、うん、なんか IQ テストみたいな感じで、うん、突然なんか大きな音と怖い画像が出てくるみたいなね、はい、もう一回それを女の子にやって、うん、でガーって画像出てくるじゃないですか、うん、で携帯投げて俺の画面割れたっす、うん、自業自得っす、はい、ももくんが割れた、うん、その子のその後でその子との仲は、うん、あの破壊されたとかそういうのはないんですか？あ、そういうなんか綺麗なオチはないです。これは俺が悪かったって。とまあね、はいはいはい、まあまあ初級編というか、まあ、こんな、まあ、有名なところをちょっと集めてみましたみたいな、はい、俺でもこれ一個も知らなかったんで、ほぼほぼめっちゃ楽しかったっていうかあれなんですけど、最初のうち気が沈むのが多かったですね、うん、あちょっとグロ系はね、グロ系が、なんか画像とかまあ見て、その次回の落とし物とかもそうですけど、うん、気分が落ちたことがないっすね。そう思うとメンタル強いっすね。いや、
じゃあ多分どっかで一線引いてんすよね。まあ、まあ、例えば、まあ、作り物かもしれんとか。とか、うん、まあ自分のところで起こってないから、うん、目の前で起きたらもうだいぶ違うと思いますよ。うん、で、あの、山の中入ってったらロープ見つけちゃったとかってなったら、うん、うわってなりますか？なってないっすね。なってないっすね。なってない。芯が強いね。いや、多分そこまで興味がないんじゃないかなって思うっす。そういうものに対して、ほう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 、あの僕的にその見て近くでうわって思うのが例えばハスコラとか、あ、はいはいはい、あと何でしたっけ、ダム穴とかもそうだし、あ、そうだね、そうだね、犬に寄生したウジ虫みたいなのを取るみたいなのとか、ああいうのはダメなんですよ。そうなんだ、はい、僕あれダメなんですよね、なんも思わん俺。あ、そう、はい、特にダム穴前も言ったっすけど、うん、エピソードで、うん、何も思わん、なんであれが怖いのかもわからんし、私はダメっすね、ダム穴って言ってたじゃないですか、うん、怖い、いやだってそこ行かないでしょ、行かない行かないっすけど行かない、うん、想像力ですよねそこは、うわこれに落ちてったらどうなっちゃうのかなとか、なんか逆にでも楽しくないですか、落ちて、もし落ちてったら、うん、その先が知れるっていうことじゃないですか。いやそうだよ。でもどこに繋がってるか分かんないし。だからこそ楽しいじゃないですか。なんかでもきっと。でもそれ落ちてって言われたら無理ですけど。そういう想像するのは、まあ、そういうアトラクションなら楽しめると思います。うん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 、うん、なら大丈夫ですけど。あれだね。多分私はその穴に落ちたらどうしようって、あ死んじゃうのかな、苦しいのかなって思うけど、トモはこの先一体どうなってるのかなって興味が、まあ、そう興味があるっていうことだよね、うんうんうん、まあ、そこは本当受け取り方の違いというか、ね、あと単純に、うん、そのどうしようって思うじゃないですか落ちたら、うんうんうん、でもそこ行く事実がないじゃないですか、ないなので大丈夫って思っちゃうっていうか、何ですかね、ちょっと前に僕柿田川湧水群、うん、柿田川公園に行ってきたんですけど、うんうん、そこの湧き水が出る、ね、水の中にこう輪っか、穴があるみたいな、そう穴があって、その、うん、奥何メートル何十メートル十何メートルぐらいから湧き水が出てるのが見える、見える、おーおー、こう上から写真撮ったりできるんですけど、おーおー、うん、このちょっと柵からこう前のめりになった時点で、うん、ゾクゾクしますもん、するよね、うん、めっちゃ怖い、そんなめっちゃ怖い、うん、その澄んだ、そこが見える、うん、深い水、うん、めっちゃ怖いよね、めっちゃ怖い、めっちゃ怖い、わかるわかるわかる、めっちゃ怖い、ないっすか、ないっすないっす、おかしいな、あの東京タワーで、はい、下ガラスになってるとこあるじゃないですか、はあ、あれじゃない、スカイツリーだったから、そう、スカイツリー、あれ行った時も、うん、何も思わんかったし、あ、僕もねそこは大丈夫なんですよ、割れたらどうしようみたいなのはない、うん、まあ、なりそうっすよね、まだないですね、うーん、でも確かにそこよりも水の方が怖い、うん、怖いですよね、なんだろうね、なんなんすかね、あれ、なんかその息できん恐怖とかも知ってるからみたいな感じ、あ、かもしれないですね、なんだろうね、ちょっとゾクゾクしましたね、わかる、めっちゃわかるもん、怖いよ、僕ハスコラが苦手なのも、あの見た目もそうなんですけど、うんうん、あのさ最初のツリーマンの画像みたいに、うんうん、この自分の手にあれがあるみたいなのを、あ、イメージして、イメージしてなんかゾクゾクしてくるというか、でもないじゃん、今はないですよないですよ、だけどなんかあの想像しちゃうんすよ、 あれは本当人によるらしいね、ハスコラとかは全然ですか、何にもないって、その画像系でなんかうわーってなる、すごいね、まあまあそういうね、うん、あの検索してはいけないワードをちょっと紹介したんですけど、はい、まあね、まだまだ本当ね、あるんですよ、うん、まあでも大体こういう感じの、まあグロい系とかちょっとこうね、あの心にねトラウマになってしまうような、はい、そういう画像がまあちょいちょいあるんですけどね、うん、まあさらっと今回はやってみましたっていうね、はい、唯一苦手なのは、うんうん、おぶつけ、もう吐いてる画像とか、うんうん、そういうプレイの画像とかのだけ苦手ですね、うん、まあ、ありえるからってことですか、やっぱ匂いが出てきちゃう
ていうか匂いがもう想像できちゃうから。でも画面だから匂いなんせんじゃん。そうっすけどなんか上がってきちゃうんですよね。おやってなるんですよ。うん、まあでも本当人それぞれですよその辺は。それだけかな唯一。ハスコラーがダメな方もいればそういうねあのオート系、ね、虚像恐怖症とかもいるじゃないですか。そういろんなのがありますよ。なんかいっぱい恐怖症あるっすね。うん、はい、ということで、まあまた好評だったらまた別の検索したいけないのもね、うんうんうん、やってみようかなみたいな思ってますんで、はい、はい、という今回はこんな感じで、はい、はい、この話、はい、もし自分だったらこれ当てはまるのか。まあまあまあでもハスコラ自分だったら、ハスコラがもし自分だったら、あ、そうかそうか、まあ締めのワードなんで、忘れてた俺。ありがとうございました。ありがとうございました。また後ほど。